マルティン・ベハイムの版画。ナラティブクリティカル・ヒストリー・オブ・アメリカ、ボリューム2バイ・ジャスティン・ウィンザー・マルティン・ベハイムは、ポルトガル王に仕えた、ドイツ人の天地学者、天文学者、地理学者、探検家である。マーチニオダ・ボミア、マーチン・ボマス、マーチン・ビハイム・フォン・シュワルツェバックとも呼ばれ、ラテン語では、マルティヌス・デ・ボエミアと呼ばれた。 マルティン・ベイハイムの記念日ニュルンベルクで商人の7人兄弟の長男として生まれた。ある文献では、少年は1436年頃とされているが、五令二千八百五十三によれば、ボヘミアで遅くとも1459年までに生まれたとされている。父は、ベネツィアでの商売を含む多くの商売をしていて、晩年には上院議員にも選ばれたが、 1474年に亡くなった。ベハイムも商人となって1477年にフラントルに向けて旅立ち、メヘレンに落ち着き、衣類商ジョアス・バンドープの商売を手伝うようになった。同年二人はフランクフルトの死を訪れ、バンドープはアントウェルペンで仕入れた衣イ類イをドイツの商人に売った。母はベハイムにメヘレンに戻って、 ベハイム家の友人であるバートルズ・フォンアイブのところで働くよう知らせてきた。しかし、ベハイムは、おじのレオンハルト・ベハイムに戻らずに商売の腕を磨きたい胸の手紙を送っている。結局、別の商人、フリッツ・ヘバーラインのところで働くようになり、そこで三日と商売を学んだ。1480年、ポルトガルとフランドル間の貿易に惹かれたベハイムは、リスボンへと向かい、 商売と同時急激に盛り上がりつつあった海外探検に没頭するようになる。そこで、航海術、宇宙史、探検といった知識に惹かれ、ポルトガル王女案二世の宮廷ではおそらく、クリストファー・コロンブスやフェルディナンド・マゼランといった有名人にも出会ったとみられる。1476年に亡くなった天文学者レギオ・モンタヌスの弟子として、ベーハイムは、 宇宙史や地図制作ともつながりがあり、その結果ジョアン2世からアブラハム作ーと引きる公開術に関する協議会に招待された。ヤコブの杖をポルトガルにもたらしたのはベハイムと言われている。ただしこれは疑わしく多くの広報契機はスカンジナビア人、ギリシャ人、ローマ人、アラブ人、中国人が数世紀も前から使っていた。ベハイムは 制度的に問題のある木の代わりに真鍮を使い、アストロラーベを改良した。また、当時イベリア半島で使われていた、高校計算表の改良に寄与したということは大いに、ありフると見られている。ベハイムは、ディオゴカンと共に、自身2回目の探検航海を行い、西アフリカの海岸沿いに南下して、現在のアンゴラ辺りまで到達し、その後アゾレス諸島を経由して帰還した。 ベハイムが報告した通りの位置まで本当に到達したのかどうかは不明である。ギニアの海岸あたり大きく見積もってもベニン湾までではないかという説もある。あるいはそれらの中間点も別の船が先に到達したという説もある。いずれにしてもベハイムの探検はこれが最後であり、リズボンに戻るとジョアン2世に借位を授かり様々な役目を与えられるようになった。 1486年に結婚すると、衆都の女性、バンハーターが、司令官とフランドル人のリーダーを務めていた、アゾレス諸島のファイアル島に住むようになった。1490年、家業を切り盛りするために、ニュルンベルクに戻り、1491年から1493年まで、そこに泊まり、有名な世界初の地球儀もそこで制作した。1493年には、 フランドル・トリスボンを経由して、ファイアル島に戻り、1506年までそこに泊まった。1507年7月29日、商用でリスボンを訪れていた最中に亡くなった。愛好会時代には、ポルトガルが様々な海図を買いあさっていることはよく知られており、不正確なものも神話的な怪しげなものも買っていた。したがって、 ポルトガル王女ン2世と信仰のあったマルティン・ベハイムが地図や海図を売っていたことは想像に難くない。中には未知の土地への神秘的経路を描いたものもあったとみられる。このことはマゼランが西回り航路開拓の探検に出た際の混乱の一因でもある。マゼランの航海に同行したアントニオ・ピガフェッタはマゼランが部分的な海図を所有しており、 陸地が見つかる前からそれを分析していたと記している。ピガフェッタによれば、第二の海図は、マゼランの頭の中だけにあり、他人に水路を見つけられないようにしていた。歴史家は一般に、太平洋に抜ける航路の開拓にベハイムの影響があったことを認めていないが、ピガフェッタの日記にはその水路の海図の作者として、ベハイムの名が記されていたことは事実である。マゼラン自身のことによれば、 かつて、マルティン・ベハイムの作成した海図に、南の海に抜ける海峡が描かれているのを見たことがあり、必ず南下していけばその海峡が見つかると、分かっていたという。ピガフェッタは次のように記している。しかし、エルナンドは、それが非常に神秘的な海峡。マルティン・ベハイムの地球に、マルティン・ベハイムが想像した。 大西洋側の詳細1491年から1493年まで、故郷ニュルンベルクに戻っていたとき、画家ゲオルク・アルブレヒト・グラカンさんと共同で地球儀を制作し、アーダフルと名付けた。1475年にローマ教皇シクストゥス四世が思い描いた地球儀に沿ったものだが、死後線と赤道の線を書き加えるという改良がなされている。つい最近まで、 ジャーマニシャスナショナルミューズムのアルブレフィトデューラーのギャラリーと同じフロアに置かれていた。アレクサンドリアのクラウディオスプトレマイオスの影響が見られるが、その後の中世における発見の数々を随所に取り入れようとしている。初の地球儀として有名ではあるものの、当時の発見の数々と比較しても地理的に間違っているところが多い。西アフリカの海岸線も 不正確だが、当時の技術力では、正確な計算は困難だったと見られる。カーボベルデ諸島は数百マイル横にずれている。大西洋には伝説の島々が浮かん。日本は海岸から1500マイルの位置にあり、マルコポーロの記述に合わせてある。そのため、カナリア諸島から搬送で到達できそうな位置になっている。西部連団の島も描かれているが、この地球儀は、 西半球が覆われていて見えないようになっていた。全体的に16度ほどの誤差があるが、現代の地球儀では誤差は1度程度である。当時、まだ正確な時計がなかったため、特に軽度の正確な測定が困難だった。最古の地球儀であるだけでなく、アメリカ大陸の発見直前に作られたという、事実からも歴史的に貴重な地球儀になっている。現在この地球儀は、 ウィーンで進行中のビハイムデジタルグローブプロジェクトにて公開像度でデジタイズされており非公開となっている。この地球儀はコロンブスの地球観とよく一致しており彼がなぜ西に向かえばアジアに到達できると考えたかがよくわかる。コロンブスもベハイムもその情報源は同じだった。14世紀の美しいラシンギカほど正確では ないが、科学史上非常に重要である。世界初の地球儀とされており、正しい角度で傾いて回転するようになっており、1492年時点の西洋の世界観を示す、百科時点的な意味を持っている。この地球儀は、ニュルンベルクの市役所にあったが、ベハイムの遺族がそれを廃棄の運命から救って保管した。ありがとうございます。